はい、えー。それでは、えー、Python アプリケーションのオブザベビーティー強化というタイトルで発表します。ちょっと風で、濃度がちょっと1週間ぐらいこんな感じなんで、ちょっとお聞き苦しいところがあると思いますけれども、ご了承ください。私、山口と申しまして、アイコン古いな、これ、えー。まあ、Google でデベロッパーリエーションエンジニアをしてます。で、本の翻訳なんかもしてまして、えー、今日関係するのは、 この上の赤で囲った、えー、ような本の内容に関係してくることをお話ししますので、もし興味が湧いたらこちらもお読みいただければと思います。今日ざっくりこんな流れでお話しします。えっ、ー、と、オブザーバビリティとは何か、アプリケーション開発者の作業です。その必要な作業ですね。オブザーバビリティに対して。で、オープンテレメトリーの紹介をして、最後にサービスレベル目標についてお話しします。 まずは、あの、オブザーバビリティとは何かということなんですが、この中でオブザーバビリティっていう言葉を聞いて、はい、知ってます。その定義わかりますという方、どれくらいいらっしゃいますかありがとうございます。はい、ちらほら、いらっしゃいますね。はい。でも、ちょうどいい感じに皆さん初めて聞くっていう感じだと思うので、ご紹介します。あの、よくモニタリングとかと比較して話されることが多いんですけれども、 えー、オーザーアビリティ、これ日本語だと過観測性とも言われたりするんですが、これはもともとあの制御理論というそのロボットとかを動かすような、えー、そのための理論から来ているもので、えー、その制御理論の中ではオーザーアビリティっていうのは、その外部の知識の、外部出力の知識からシステムの内部状態をどれだけうまく出測できるかっていうもののまあ尺度ですというふうに言ってます。で、これをソフトウェアシステムでも、 えー、この概念を使っていこうっていう動きが2013年頃からありまして、それが、えーまあ、オブザーバビリティっていうのをシステムがどのような状態になったとしても、それがどんなに奇妙なような状態になったとしても、えー、それをちゃんと理解して、それを説明できるっていうものを示す尺度として、このオブザーバビリティっていう言葉を使ってます。なので、モニ,モニタリングとかと比較されるんですけど、まあ、モニタリングっていうのはあくまで手段の一つ。 あってオブザーバビリティっていうのはむしろシステム側がその、えー、何かおかしなことになったときにちゃんとこうそれを運用している人たちがそのおかしな状態っていうのが何でそれが起きてるのかっていうのを分かるための材料を提供できてるかっていうのを示す尺度っていうのがオブザーバビリティであるというふうな説明になっています。で、えー、他にもですね CNCF っていうクラウドネイティブコンピューテーションファウンデーションっていうのを、まあ、最近のいろいろな新しいシステム ののためのいろんなプロジェクトがある大きいファウンデーションがあるんですけれどもその中でも、えー、オブザーバビリティに関する白書っていうのを出してましてその中でこういったような説明が書いてありますとで、えーまあ、僕がその強調したいところだけハイライトすると、えー、オブザーバビリティっていうのはそのなんかかっこいいツールを使うとかそういうことでできるわけじゃないよとシステムからちゃんと出力が出てるっていうことを、えー、ちゃんと 意識しなきゃいいいけまませんよっていう,ふうに書いてありますなので僕らも含めてですけどよくそういうベンダーとかが「私たちのツールを入れればあなたのシステムはウザービリティ獲得できますどうぞ」みたいなこと言うんですけどそういうことじゃないとあの皆さんが作ってるシステムに対してちゃんと皆さんがこう,こういう情報をこうモニタリングシステムにちゃんと送ってあげれれば何かおかしなことが起きた時にちゃんと問題点を把握できますとその原因も含めて把握できますよ。 っていうことが大事なんですよって書いてあるわけですね。で、そのためにはじゃあどういうデータを送ってあげればいいかというと、まあ大体こういったようなデータを送ってあげればいいですねっていう話が書いてあります。で、よく皆さんが聞くのはまあログとかメトリクスだと思うんですけれども、最近はあの分散システムみたいなものが多くなってきてるんで、その分散システム1個の処理をするのに複数の,このサービスを経由しないと処理できないということがあります。そういったときに分散トレーズってものが大事ですっていうのが最近こう、 論調としててて増えてきています他にもこれだけじゃなくてプロファイルを取ったりだとかあるいは何かシステム自体がもうエラーで落ちちゃうみたいないう時にはそのスタックトレースだとかあるいはメモリのダンプだとかそういったものが必要になってきますとこれを踏まえてここにいらっしゃる皆さんは大体 Python とかのアプリケーションエンジニアの方が多いと思うんですけど実際に皆さんが何をしなきゃいけないかと 言うと、この係争っていうものが必要になってきます。そのさっき言ったようなそのログ、メトリックス、トレース、プロファイルみたいなものっていうのは、そのシステム側でちゃんと出しますよっていうことをアプリケーションを作る側が設定してあげないと得られないわけですね。普通はその例えばシステムとありますけど、別に関数でも何でもいいです。自分が実装したものが何をするかといえば、大ざっぱに言えば、どこか外から入力値を得て、 で、それで必要な処理をして、で、リクエストしてきた人に対して何かこう、値を返すみたいなことをすると思うんですけど、それ以外にテレメトリーっていうのは、その、なんか、それ以外のデータを出さなきゃいけないわけですよね。で、これっていうのは機能要件じゃないんで、んでちゃんと自分たちでそこを理解して、その、何を出さなきゃいけないかっていうのを自分たちで決めてこう出していくと。そのための実装をすると。そのじ実装が、まあ軽装、係争。 カタカナだとインストルメンテーションというふうに書かれたりすることもあるんですけど、それが必要になってきますと。で、一番わかりやすいのはよくやる、あの無意識にされてると思うんですけど、まあログを吐くと。ログっていうのも大事なデータですね。コンテキストの中で今何が起きてるかっていうイベントを記録するための方法です。で、いろいろなその、さっき言ったログメトリックストレースみたいなものに対して、この係争っていうものが必要になってきますと。で、取得した データはじゃあどっかに送ってあげなければいけないんでそれをその送るための仕組みも必要になってきますと。なんで、えー、テレメトリーの関心事としては計測、まあ、ですねその自分の書いたアプリケーションのコードの中に必要なテレメトリーデータを出す、まあ、集めてくるそういうような実装をするっていうのが一つとその集めて取ってきたテレメトリーデータをちゃんとモニタリングシステムに対してエクスポートするっていう ことが必要になってきます。で、どういうデータを取らなければいけないかというと、ログメトリクス、トレース、プロファイル、ダンプみたいなものを取ってあげなきゃいけないということになってきます。で、まあ、それは分かったと。それは分かったのはいいんだけど、じゃあログのフォーマットを例えばどうするのかと。昔ながらのシステムで言えば、シスログ D の、シスログの形で入っているものもありますし、最近だったら JSON のフォーマットで吐くものもありますし、ちょっと前だったらシステム運用者の中であのタブ区切りの えー、ラベル付きの、えー、ログを履くっていうのも流行ったりもしましたけれども、まあ、そういったようなそのログの仕様だとかあとその実際にそれを生成するための実装方法とかあと、まあ、ログとメトリックスとトレース例えば取ったとしますとそれぞれ別個に取ったんだけどログは例えば、えー、どっかイラスティックサーチでもいいですし我々だったらクラウドロギングでもいいんですけどログはそこに出して。 でメトリクスに関しては自前運用のプロメテウスに出してでトレースに関しては自前運用のイ画ーガーに出しますとこれ全部バラバラに出してると何か問題が起きましたって言ったときにこのメトリクスとログとトレースを紐付けるものが何にもないわけですねなのでトレースを見て何か特定のサービスが遅いなって思ったとしてもじゃあ遅いじゃ遅いからこのサービスのログを見てみようって思った時ももう一回ログのシステムにまた別のところにログインして 自分でこう何かグレップするなりあるいは何かそのし絞り込みのフィルターのクエリを書くなりしてこう特定のサービスのログだけをダ出してきてその中からさらに特定のさっきの遅いっていうふうに分かったトレースの ID を検索してみたいなことを全部自分でしないといけないわけですよねそれはすごい面倒くさいとちゃんとお互いが関連づけられるような標準とかフォーマットがあった方がいいですよねっていう話になってきますそこでオープンテレメトリーっていうプロジェクトが出てきますと オープンテレメトリっていうのはどういうプロジェクトかっていうと、あの、そういうログとか、トレースとか、メトリックスとか、プロファイルとかっていった、その先ほどの関心領域ありましたね。その必要なテレメトリーに関して、標準のフォーマットを提供したり、あと計算するための標準のライブラリを提供したり、あとデータを集めてきて、モニタリングバックエンドとかに送るための標準のエージェントを作ったり、 っていうことをまとめて行う、そういうプロジェクトになっています。なんで、まあ、問題領域としてはこうなって,なってますね。えー、一番左上、青いところにマイクロサービスっていうふうに書いてありますけど、まあ、これが自分たちが今、皆さんであれば Python で書いたアプリケーションだと思ってくれれば良いです。自分たちが書いたアプリケーションの中に必要な計算をするためのライブラリを提供するし、あとその、集めて、実際にその計算をして、 実際に得られたテレメトリーのデータをどっかに送ってあげなきゃいけないという時に、まあ、標準のエージェントとして真ん中にありますオーープンテレレメトリコレクターっていうものもの作ってますでそこにオープンテレメトリーコレクターに対してこうデータを送ると今度はオープンテレメトリーコレクターに対しては設定ファイルを与えてあげると例えば、えー、自分が今使ってるログのサービス、ね、ログコレクションのサービスだったりあるいはモニタリングサービスだったりでトレースのバックエンドだったりそういったものに対してちゃんと。 テメトいてデータを送って可視化できるようにするというようなこともやってます。あと皆さんその自分たちで全部プログラムを作るわけではなくてフレームワークに乗っかったりもしてると思うんですけどそもそも自分たちが実装しなくてもフレームがフレームワーク側である程度計算してくれれば別に自分たちがそのね計算する部分って減りますよね。ななののでそのいろんな言語の メジャーなフレームワークの開発者に対してオープンテレメトリーのサポートしてくださいっていうような提案をしたりとかあるいは逆に向こうからオープンテレメトリーサポートしたいですっていうか言っ,てきたあの言ってきたそのフレームワークの方々に対してこういうふうにやってくださいみたいなそういう提案をしたりとかいうこともやってますはいですねそういうようなことをいろいろやってるのがそのオープンテレメトリの、えーのプロジェクトだということで、まあ、言葉で説明すると トレースメトリックスログプロファイルの係争とログの標準仕様、えー、およびライブラリー群と、えー、エージェントを提供するプロジェクトですよと。で、まあ、このトレースメトリックスログプロファイルっていうのは、さっき最初の方に出てきたオブザービリティの主要なテレメトリーですと。で、えー、係争とログの標準仕様っていうのは、これは で各ベンダーの独自ライブラリを定義し,している独自のフォーマットではなくて、もう業界標準として、こういうふうな形でデータモデルを定義しましょうっていうふうにしてるんですね。ログだったらこう、メトリックスだったらこう、トレースだったらこうっていうふうに全部定義してます。で、計算の方法に関しても、なんかこう、えー、よくベンダーの提供するライブラリだと、自分たちの提供するライブラリを入れると、 ちょっと書くだけですぐにもう勝手に後ろにバックエンド自分たちのそのベンダーのバックエンドにデータを送ってくれますとかあってそれは便利なんですけどそれをやっちゃうとじゃあバックエンド切り替えたいですって言った場合にまた,くまた別のライブラリを入れてコードを書き換えなきゃいけな,い,いけなくなったりするわけですよね。なのでそうじゃなくて標準の仕様にしといて、えー、バックエンドに切り替えみたいなものはなるべく簡単な設定ファイルのみでできるようにしましょうというふうにしてます。 あと実際にその標準仕様があっても自分たちで何か計算しようと思ったらライブラリがないと不便ですよねなので各言語向けの計装のためのライブラリっていうのも提供してます Python 向けにもちゃんと提供してますなので今日例えば皆さんが家に帰ってから自分のアプリケーションに分散トレースを計測したいといった場合にはその Python 向けのライブラリを使えばすぐに始められますということですで じゃあ皆さんがじゃあ Python で例えばフラスクだとかジャングルだとかそういったようなアプリケーションがあって今日これを聞いたんでちょっと自分で例えばトレースの、えー、ケースを試してみようかなと思ったとしますそういった場合に結構あるんですよドキュメントがで最初は全部それをやろうとすると大変だと思うんで今日はあの自動計算っていう方法をおすすめしようと思ってここにやってきました えー、このサイトはですねオープンテレメトリー .io スラッシュエコシステムスラッシュレジストリーっていうサイトなんですけどもここはそのオープンテレメトリの、えーのそのいろいろな便利ライブラリが全部一括検索できるようなサイトになってますでここの上の、えー、検索ウィンドウにですねなんか例えばフラスクとか、えーえー、ファースト API とか入れるとそれに対応したライブラリ出てくるんですけども えー、これで探してみるとですね、えー、自動計測っていう、オートインストルメンテーションっていうふうに書いてあるものが出てきます。で、試しに、この簡単なフラスクアプリを自動計測するようなものをちょっとここでデモじゃないんですけど、ステップバイステップでどういうふうにすると皆さん試せるかっていうのを紹介していこうと思います。えー、このフラスクアプリを見てください。何にも難しいとこなくて、えー、スラッシュロールダイスっていう エンンドポイントがあってここにアクセスするとなんかこのロールっていう関数を呼び出して1から6のランダムな整数をストリングにして返すという何にも面白くないアプリなんですけどまあこういうのがあったとしますこれ今のところ何にも入ってないですよねそのオープンテレメトリーみたいなパッケージモジュールか入れてるわけでもないですから普通のフラスクのアプリですこれがあるとしますとで まず皆さんにやってもらいたいのは、この OpenTelemetryDistro っていうパッケージを入れてもらいたいんですね。そのプロジェクトの中に。で、この OpenTelemetryDistro っていうのを入れるとですね、OpenTelemetryBootstrap、えー、ーートトっていうコマンドが使えるようになるので、これでとりあえず -a でインストールっていうのをやってみてください。そうすると必要なパッケージがわーっとインストールされます。あの、バーチャルン武使ってる場合は適宜パスは読み替えてくださいね。その、多分 VM v スラッシュ、ビームスラッシュとかなると思うんですけど、 書いいてくださいでそうすると今度はオープンテレメトリーインストルメント u っていうコマンドが使えるようになりますでこれ何をしてくれるかというとトレースとメトリックスの自動計測を押してくれますでこれ一番左が図を見るとですね、えー、一番左がこれフラスクの,ああのアイコンなんですけどこれ緩和球体でこれフラスクのアイコンってバージョン3になったらあれになったって知ってました 僕知らなくてびっくりしたんですけど、えー、で、フランスクのアプリから、えー、実際にこの、これはですね、オープンテレメトリーコレクターの、えー、バイナリが、えー、アップストリームからダウンロードできるんで、とりあえずそれを動かしておきます。えー、そうすると、このコマンドに何ができるかというと、トレースとメトリックスのテレメトリーデータを、このオープンテレメトリーコレクターに対して送ってくれて、 でオープンテレメトリーコレクターの方で、まあ、コンフィギュレーションファイル1個書いておくと、まあ、今回僕 Google クラウドなんで Google クラウドトレースクラウドトレースとクラウドモニタリングっていうトレースとモニタリングの、まあ、メトリックスのバッ,トエンバックエンドにこう送るというのが試せますでこれでこうオープンテレメトリーインストルメントでトレースエクスポーターメトリックスエクスポーターっていうのでこう指定してあげてでこのエクスポーター OTLP エンドポイントっていうのはこれは 自分のそのオープンテレメトリーコレクターのまエンドポイントをどこにするかっていうだけの話なんでまあとりあえずこれはよく分かんないけどこれを指定し,しておいてくださいで最後にこれ見慣れたフラスクランあ,あここすいませんこれ全部1行です最後の,あのバックスラッシュ忘れましたで最後ここでフラスクラン -p ポートナンバー8080 80 80ってやるとですねこれさっき何にもさっきのこのソースコードは何にもオープンテレメトリーの コード入っってななかかたじゃないですかだけどこのコマンド経由でフラスク起動するとこうい,い,いい感じにこうインジェクトして,くれてコードをインジェクトしてくれてでエンドポイントに来たリクエストに対してちゃんとレイテンシーがこういうふうに下にあるようにちゃんと取れるようになるんですね。なので分散トレースっていうのをよくやったことがないけど始め方もよく分かんないっていう方がいらっしゃったら。 ぜひあの、このオープンテレメトリーインストゥルメントを自分のアプリケーションに対して使ってやってみてください。そうすると、こういう分散トレースの、あの、データが取れます。でこの分散トレースは別にその、マイクロサービスだけじゃなくて、ジャンゴみたいなモノレシックなアプリケーションでも当然便利で、特定のエンドポイントのレイテンシーがどれくらいかっていうのが一目瞭然で分かるようになるので、なので、 ぜひ、これを試してみてください。で、これが分かると何がいいかというと、えー、サービスレベル目標っていうものを使って自分たちのアプリをもっといい感じに運用できるようになる,になるんですねで。これ何かっていうと、えー、っと、SR、Google では SRE っていう方法論にも続いてサービスの運用をしてるんですけど、SRE の大事なところっていうのは、えー、全部署がその、 ユーザーの、ユーザーがそのサービスに対してどれくらいこう満足しているかっていうところを基準にして運用してますと。で、そのじゃあ満足しているかの度合いを信頼性って呼んでるんですけど、まあ、ある程度期待値ってあるじゃないですか。サービスに対して。例えば、あるページにアクセスして、まあ、0.5秒くらいで結果が返ってくる。まあ、ウェブページが表示されれば、まあ別にいいかなみたいな。そんな、 ね、アクセスしても0.01秒とかでか表示されるのは期待してないですよね皆さん。なんである程度のそのなんかサービスに対しての期待値っていうのがある,あるんですけどその期待値さえ満たしてれば別にまあそれ以上のパフォーマンス出さなくてもいいよね。そこでこの期待値をいい具合にちゃんと満たすようにしてうまくこうコストをかけすぎないで運用できるようにしましょうっていうのが SRE なんですけど この期待値っていうのを、ユーザーの期待値っていうのをどうやって測るのかっていったときに、まあ、ここの、この部分が大事になってくるんですね。その期待値っていう、その信頼性っていうのを、システムが求められている機能を実行する確率っていう、その数式,数式っていうか、えー、に落とし込むことで計測できるようにしましょうと。で、そのときの、その、計測する指標のことを、 サービスレベル指標って呼んで、さっきのユーザーがそのサービスに対して求めている期待値っていうのをサービスレベル目標っていうふうに呼ぶようにしましょうっていう話をしてました。で、じゃこの元データとして使えるものの中で、いくつかあるんですけど、よくわかる、よくあるのは可用性ですよね。アクセスしたらちゃんと結果が、アクセスしたらちゃんと使えるみたいな。これは当たり前なんですけど、その2番目、API みたいなサービスの 場合2番目の,そのレイテンシーっていう部分はこれがまさにさっきやったトレースで取得できる値なんですねレイテンシーがどれくらいかっていうのはトレースが一番得意としている分野ですなので、えー、API を提供しているようなサービスまさにフラスクとかジャンゴとかああいったウェブアプリケーションで Python で作るような、えー、そういうアプリケーションでやっている場合っていうのはレイテンシーが計測できると当然可用性も計測できるんですね 何でかっていうとそもそもアクセスできなかったらレイテンシーもクソもないのでレイテンシーがあるってことは少なくともアクセスして結果が返ってきてるということなのでなのでレイテンシーの計測ができると可用性もわかるとだから分散トレースがちゃんと取れてればあそのサービスとしてはあとはそのレイテンシーの代償でちゃんとサービスがユーザーの期待値どおりに動いてるかっていうのをまあ確認できるとでこのレイテンシーを じゃあどういうふうに計算するかっていうとこれ今可用性の場合ですけどレイテンシーがある程度例えば200ミリ秒より早いレスポンスが全体のレスポンスのうちの何割かみたいな感じで取れるとその目標値としてまあ例えば99.9%が200ミリ秒よりも短かったらユーザーは満足して使ってくれてるんじゃないですかっていう判断ができるとでさらに その SLO という目標値が決まるとじゃあ99.9%さえ満たしていればユーザーは満足だと残りの1%の,その200ミリ秒より遅かったレスポンスっていうものに関しては別にユーザーはその原因が何かって何にも気にしてないわけですよねなんかどうせサーバー側がちょっと何かおかしいんだろうなっていうそのおかしいんだろうながハードウェアの問題なのかそれとも新しいバージョンを導入した時にその 内部ロジックの多少なんかが遅くなったせいで200ミリを超えてるのかっていうのユーザーは分かんないわけですねこれがミソでちゃんとこの目標値を決めてその逆に目標値より外の方この場合だと99.9%なんで0.1%の分はどんなエラーだろうが気にしてないわけですユーザーはなのでその0.1%を使っていろいろと実験しましょうっていうのがこの SLO を使った運用になってきます でこの0.1%をちゃんと確認しましょうというのがエラーバジェットというものになってきますね。えー、さっきは目標値、SLO を決めました。99.9%です。この0.1%をうまく使いたいんで、0.1%を減ら,なんか減らさないように、うまく使えるようにちゃんとこの監視しましょうと。どれくらい減ってるか。これがエラーバジェットになってきます。なんで、なんでこんな話をしているかというと、皆さんが さっっき言ったみたいなオープンテレメトリーとかを使ってアプリケーションをちゃんと計算することによってこういったような運用ができるようになるということですね。こういったような運用っていうのは何かというと信頼性に基づいいた開発ととと運用ということですでさらにトレースデータとかメトリックスみたいなものをちゃんと取っているとモニタリングシステムによってはその SLO 監視っていうものをやってくれるんで。 さっきみたいな自分たちでこう全部データを取ってきて、この計算式に当てはめて、例えば過去28日間のデータを全部取ってきて、10秒ごとに計算をして新しいグラフを作るみたいなことをしなくても、モニタリングバックエンドとかそのマネージドサービス使ってれば、テレメトリーデータとかをちゃんと取っているだけで、こういう SLO にちゃんと満たしているかどうかっていうのを自動で計算して、システムがいい具合に動いているかっていうのはできるようになります。なので、 え、まとめになるんですけど、その一歩として、ぜひオープンテレメトリーを使って、システムのオブザーバビリティを高めてもらえればと思いますと。えー、振り返りをすると、オブザーバビリティっていうのは、システムがどんな状態になってても理解、その中身っていうのはですね、理解できる性質であると。で、えー、Python をはじめとするそのアプリケーションの開発者っていうのは、自分たちでテレメトリーデータをその取れるように、 計測してあげる必要がありますと。で、計測する方法はいろいろあるんですが、まあ、大変なので、自分たちで考え出すのも大変だし、ベンダー固有のものを使ってしまうと、もうそこにロックインされたりとか、他のものに切り替えようと思っても、難しかったりするので、えー、オープンテレメトリっていうものがそれを解決してくれるんで、ぜひこれを使って、えー、テレメトリを取り始めてみてくださいと。特にトレースに関しては、 さっき言ったオープンテレメトリーインストゥルメントっていうコマンドを使うと何にもソースコードに手を入れなくても分散トレース取れるようになるんでぜひ試してみてください。で、計測がちゃんとトレースデータが取れるようになってれば SLO を用いてより積極的な運用ができるようになりますしそうするとどうなるかというと皆さんもアプリケーションの開発をどんどんこう積極的にできるようになりますし運用の方々も、えー システムが問題あったときに原因を発見しやすくなるのでぜひ使ってみてくださいちょっとお気苦しかったと思いますけれども以上で私の発表を終わりますもし質問ある方は Google クラウドのブースにいますのでぜひお越しくださいご質問等あればお願いいたしますありがとうございました発表ありがとうございます まだ時間があるので、ご質問ある方は挙手をお願いいたします。あそちらの。ありがとうございます。勉強になります。えっと、一つお聞きしたいのが、えっと。 スライドの中であの、はい、既存のアプリケーションに対して、えー、とインストゥルメントするためにあのラップするようなコマンドそうですね出てきたと思うんですけどこれってえっとよくあのインストゥルメントするとすっげえ重くなるみたいなイメージがあるんですけどどんなもんなんでしょう えっと、これはあくまでテストのために使ってもらいたいと思います。で、もし本番環境で使いたい場合には、えっ、ー、と、自動計測ではなくて手動の計測というのがあって、その、エンドポイントのどこから計測をスタートして、どこまでをこう計測するかみたいなものを自分でマーキングするようなコードを書かなきゃいけないんですけど、それと同時に、その、よくトレースで重くなるっていうのは、来たリクエスト全部に対して計測すると当然遅くなります。 ただそれをするといけないのでサンプリングをしましょうっていうので有名になったのがそのそもそものこの分散トレースの大元になったダッパーっていう論文があるんですけれどもなのでえその手動計算の時に何分の1のイベントをトレース取るかっていうのを決められるので例えばえものすごいリクエストボリュームが多い場合には 1%, 1だけサンプリングするっていうこともできますし全くその全然そのトラフィック内容のサービスだったら、まあ、3分の1くらい取るっていうこともできますしそれを調整することである程度そういったあのサービス自体が重くなっていうことは避けられますありがとうございます。はいえっと、そうするとと各各言語とか各フレーームワークの、えっと SDK、を使ってそのなんだ 係争するという、のが、あの、本番環境で使うには、必要なことということなんです、ね。そうですね。はい。はい、えっと、例えば、フラスクを、その係争したいっていう場合には。え一、ー、行、インポート分入れてあげる、インポート文、ね、インポート文一行入れて。で、設定を一行書くだけで、もう、サンプリングは、あサンプリング込みで。あのー、できるようになるんで、もちろん、そのオープンテレメトリー自体の、初期化のコードは別途必要になるんですけど、それを十行くらいで。で。 サンプリングに必要な部分はこの設,定ファイル設定のコードだけであの行えるのであとの,その各エンドポイントに対する係争みたいな部分というのはとりあえずエンドポイントごとにトレース出したいだけであればもうそれプラス1行書けばあの取れるようになりますのでそれをやっていく形になります。あ、はい、ありがととううございますすいまますすすせんんもう一つなんですけどマイクロサービス使っ ってるとえっと、ご説明にも出てきたと思うんですけどそのサーバーごとにその例えば、えっと、バックエンドフロントエンドの中で出ているログと更にその後ろにいる、えっと、そこから呼び出した、えっと、アプリのログとつなげてみたいっていうことがはい あの障害起きた時とか出てくると思うんですけど、はいはい、それもこう並べて見やすくなるっていうそうですねはいあの分散トレースはあのトレース ID っていうのを全部その、まあ、例えば HTTP のヘッダーとかにつけてリクエストを重ねていくことによって、えー、その全体のリクエストがどういう構成になってるかっていうのを見ることになるんですねでその際にその伝播されてきたトレース ID をそのトレースだけに埋め込むんではなくて ログの中にも ID を埋め込んだりするとそのバックエンドの何ていうかモニタリングシステムとかサービスによってはその勝手にトレースとログを紐づ付けてくれたりするのでなのでそのトレースの中でその作られたログがどの,どのタイミングで、えー、こう起きてるのかっていうのを全部1個のトレースのウォーターフォールの図の中で確認することができるようになるので。 で、デバックが簡単になります。はい、わかりました。ありがとうございました、はい。時間になりましたので、山口さんのトークを終了いたします。発表ありがとうございました。参加者の方は大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。